私の王子ゆうちゃんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日のお話は根拠のない自信に根拠ありというお話をしたいと思います。よくね、根拠のない自信って言われます。これはですね、精神論のお話なんですよね。つまり何々があったから、自信を持ったとか、誰々と比べてこうだから自分に自信を持つとか、まずまあそういう相対的な、どっちかというと相対的な自信っていうのが自信でですね、だから自信っていうのは根拠をみんな求めてしまうわけですね。私はこうだから、こういうことを達成したから、こういうことができる人だから自信があるってなりがちなんですけれども、でそれに対して根拠のない自信って言いますよね。あの人は根拠のない自信を持ってる、なんであんなに状態やのに自信あんなにあるんやろとね、言われます。それは何かっていうとね、実は自信持って絶対的な自信っていうのをそういう人持ってるんですけども、相対的な自信に対して絶対的な自信、誰かと比べてとかそういう自信じゃなくてね、自分の中から生み出される自信なんですけども、そういう絶対的な自信を持ってる人、つまり根拠のない自信を持ってる人っていうのは、実はですね、体に秘密があるんです。でその根拠のない自信はどこに宿るかっていうと、ここです。これも胸に宿ります。胸というのは自信とか情熱とかやる気とか、そういうものの源なんです。俺に任せろって言いますよね。決して俺に任せろとかね、俺に任せろとか言いません。俺に任せろって言います。なので胸に自信、自信というのは胸に宿ります。つまりこの胸が固まっていなくて、しっかり肋骨ですね、開かれた状態、筋肉で言いますと、解剖学的に言いますと肋間筋、外肋間筋、内肋間筋、そして横隔膜という筋肉が柔らかくて収縮も弛緩もしっかりできる状態であればですね、人というのは勝手に自信が生まれるようになってます。別に何々があったからじゃなくて、もう体がから来る自信なんですね、それはね。だから根拠のない自信には根拠ありで、胸、肋骨がそういう状態だと人は絶対的な自信を持てるということです。それは昔からここハートって言われてますし、中丹田という学、東洋医学の考え方では中丹田と言ってまして、中丹田はそういう場所というふうに言われてます。これ昔からの知恵でもあるんですね。ですので、あなたも根拠のない自信を持つためにはですね、持ってほしいわけです。持って、自分の本当にやりたいことをどんどんやっていって成功していってもらいたいので、ぜひ、そういう精神論的な、自信ではなくて、絶対的な自信、つまり根拠のない自信を持ってうまくいっていってほしいので、そのために体を大事にしてほしいというね、身体論を大事にしてほしい、肋骨、体の中の胸、肋骨を柔らかくしていくということをしてほしいと思っております。肋骨柔らかくするのはですね、別の動画でも紹介してますけども、手っ取り早いのは毎日肋骨周りスリスリとなでなでとさすってあげること、そして、姿勢全体の姿勢が大事になりますから、姿勢を良くする方法、つまり縦腰体操をやること、この2つだけやっておけばですね、まあ、さすることも縦腰体操なんですけどもね、やっておけば肋骨はいい状態になって、根拠の大自信がだんだんあなたに芽生えてきます。そして気づいたら物事がいい方向に変わってきますから、ぜひ、お役立ててみてください。縦腰体操に関しては全5回無料動画講座やってますから、下にリンク貼ってますので勉強してみてください。はい、今日はですね、根拠のない自信に根拠ありと、それは実は秘密は胸にありますよというお話をしました。今日の話が何か少しでも役に立ちましたら、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録どんどんよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。